お。ほう。ね。くわい。寝ちまったのか。でも、なんだかよく寝たな。疲れも取れたし、体もく…いや、重いな。体っつうか、頭が重い。ピーピー。え、なんだ、どうなってんだ。な、なんじゃこりゃ。なんだって俺の頭に鳥が。とにかく一回降りてくれ。頭が重くてかなわねえ。ピー。痛い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 。こら、落ち着かん。なんだよ、降りたくねえのか。たく、どうすっかな。ん、これはずいぶん綺麗な羽だな。こいつの親鳥のか。もしかしてお前、この巣に住んでたのか。ピー。親探すにしてもどこにいるか見当もつかねえしな。わからねえことばっかだぜ。どうすっかな。なんか腹減ったな。親鳥探しつつ飯でも食いに行くか。ピピー。お、お前も腹減ってんのか。じゃ、飯二人分調達しに行こうぜ。ピピー。そうだ、せっかくだし名前でもつけてやるか。何がいいかな。せっかくだし、なんかこう海外っぽい感じがいいな。そういえば昔見た外国を舞台にしたアニメにヨーゼフって名前のやつがいたな。鳥だか犬だか忘れたが、悪くねえんじゃねえか。よし、今日からお前はヨーゼフだ。ピー。お、気に入ったか。じゃあヨーゼフ、飯買いにいるぞ。ピー。ああ、マジで頭から降りる気ないな。しょうがねえ、ちと歩きにくいが、このまま買いに行くか。落っことさねえように気をつけないとね。確か ABC ストアにペットの餌とか売ってたような。まずはそこに行ってみよう。おめえの母ちゃんはどこにいるんだろうな。ピー。まあそのうち会えるさ。飯食って元気になったら探しに行こうぜ。なんでこんなところに力士が。青空稽古ってやつか。あんなのに巻き込まれたらシャレにならねえ。関わらないようにそっと歩こう。人通りもあるし、気をつけて歩かねえとな。ぶつかったら落としちまうかもしれないし。しかしバランスを取りながらってのは案外難しいな。まっすぐ歩きにくいぜ。
はあ、アロハ。おう。ありがとうよ。ピはあ。私の出番ね。おい。
よし、できたぞ。今日からここがお前らの新しい家だ。どうよヨーゼフ、新居の居心地は。なかなかの出来だろう。ピー、そうかそうか、気に入ってもらえりゃ何よりだ。ここならさっきみたいに変な連中に襲われる心配もないだろうし、気が済むまでいてくれていいぜ。これなら母ちゃんも安心して子育てできるってもんだろう。って、あれ？母ちゃんはどこ行った？ピッピッ。あ？って、お前が俺の頭にするんかーい！